ドラゴンクエスト7エデンの戦士たち、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ちょっと探索してみたんですよ。でやっぱり何もなかったんで、一回外に出てみようと、何か進展あるかもしれないんでねって思ったら、こうでしたね。ということでこの状態からスタートさせていただきます。俺人物紹介どこまでやったっけ、やべえな、ちょっと待ってくださいね。でも俺さ、まさかね、ドラクエ7がディスク2枚構成だと思ってなかったよ。そうだったのかすっかり忘れたわ。そっかそっか、あのリーサグランまで多分紹介できてると思うんですよ。その後ですね、まだ3人いるんですが、それは後々という形にしましょうかね。うん、じゃあ進めていくか。一つね、質問のとこでね、確認しておきたいところがありまして、あの実況始める前に先にやっちゃおうか。あのね、自分の実況仲間さんからの質問だったんですけど、あの自分の動画ってタイトルいつも作ってるんですよ。キングダムハーツだと皆さんと一緒に考えてもらった闇と光を愛が紡ぐキングダムハーツなんちゃらなんちゃらって続くんですけど、ドラゴンクエスト7なんですよね。ドラクエ8を実況した時に、ちょっと懐かしのタイトルコールいきますが、ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君っていう形で始めてたんですよね。そのドラクエ8の、そもそもついてるタイトルだったんですよ。でそれがぴったりハマるんですよね。ドラクエ7エデンの戦士で十分だと思うので、ドラクエ7に関しては、タイトル題名作る気はないです。もうこれだけで十分成立してると思うので OK です。あのね、作るとね、さらにその上ね、このドラクエ7作っちゃうと、なんちゃらなんちゃらなんちゃら、ドラゴンクエスト8、エデンの戦士たちの後にパートなんちゃらとか実況プレイとか入れると、多分ね、枠に収まりきらないんですよね。そういう問題もね、ありまして、はい、タイトルは作りません。ということですね、お答えさせていただきました。よし、じゃあ、展開させていきましょうね。ちょっと最初2分ぐらい長々と喋っちゃってすみませんでした。喋りながらやれればよかったんですけどね。そうなんですね、自分も思ったんですよ。グランエスタードの城の中にありそうだなと。だからキーファーとね、ちょっと城の中探そうぜっていう意味も込めて外に出ようとしたんですけど、そしたらビンゴでしたね。いいよな、夜からさ、こうやって神殿の中さ、探検しまわってさ、いいよな、そういうのしてーわー。なんか将来さ、俺いいや就職しなくてとか思っちゃうよねするけどね、働きたいけども。いいなー、ダーマ神殿とか行きてーわ。今日から魔法使いとかやりてーもんはいはいはい、ヤミット漁が終わった。あ、そうなんだ。じゃあそっちの方ですね、行きましょう。ついにアルスたちの冒険が始まるな。人物紹介のとこで、マリベルのとこで船に潜り込むっていう、そういうね紹介がありましたけど、今度は船に潜らずにこのアルスたちと一緒に冒険するんですね、マリベルは。結構ねコメントの方でいただいたんですけど、初見の方いらっしゃいますね。あまりだからネタバレなしでいきましょうね。自分も言うて覚えてるわけではないんですが、お刺身いいですね。やっぱね正月なんでね。あ、今日はもう正月じゃないです、元旦ではないですけど。なるほどね。あ、二度も喋りかけてしまった。実況中何か喋ってるとね、この村人たちのねセリフ垂れ流してるだけなんですよね。全然聞けてないんですよ。だから読もうか、そういう時はね。潮の読みが思いのほかうまくいって、大量10年以上昔お前が生まれたあの年、10年以上も昔のお前が生まれたあの年以来だ。寮から戻ってみるとお前が生まれていたんで、そっちの方に気を取られちまった。ああそうだったんだね。じゃあマーレさんだっけ、一人で出産したんだな。
え、6ヶ月で生まれたの？それ結構危険だよね。泣き出したんだ。まあ、確かにボルカノさんなんとなくね、ヒゲも生えててちょっと怖そうなイメージありますもんね。ハハハ、マーレさんもかわいそうだな。もう寝てんのか。あ、同じ会話。アルツハイマーか。長いし長いし、くそー。じゃあ自分の部屋に行って寝るとか。 OK。 これでどうや。あー、しまったー。同じ話。マッチーナマッチーナ。あー、早送り。あー、だしまった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 。落ち着け落ち着け。そろそろ終わるぞ。よし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 。失礼した。お、出ようとすると、お、おじさんが起きて、おお、持ってったよ。もう使わないからね。使うのかな。お前寝てたろ。もう寝てるし。伸びたか、くそー。じゃあマリベルさんのとこ行ってみましょうかね。みんなが寮から帰ってきたら、あんたのおかげで船に乗れなかった怒りが蘇ってきた。そう、今からね、面白い冒険に一緒に行くんですよ。まあ、さすがにね、アルスとかキーファーぐらいのお年になるとね、女の子が一人ぐらいいないとね、花がありますからね、やっぱね。このドラクエの実況パート123のどれかでね、ドラクエシリーズで人気のヒロインの話なったんですけど、まあやっぱね、ドラクエ6かな。ミレイユ、バーバラあたりがどうやら人気みたいですね。ごめん、この人の話もう一回。変なものが網に引っかかって、これだ、これが石板だ。ボルカーノさん、プリーズボルカーノ。もう一回この話を聞くけど、そうよし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 、これで黄色い石板のかけら、はい、あざーす、揃ったー。で、マリベルのとこには行かずに、キーファのとこに行けば、多分マリベルさん勝手にね、聞きつけてきてくれるんで、よーし、話っていうか冒険できるぞー。ドラクエが始まるぞ、みんな。ついにパート、これが9か、パート10手前に始まってよかったぜ。ずっと探索してたからね。なんか謎解きゲーになっちゃってたもんね。よかったよかった、ゲットしたぞよ。はっはっはっは。俺絶対キーファと友達になれるな。でもキーファよりアルスの方が性格合うのかな。ドラクエの主人公って喋らない印象じゃないですか。ドラクエ8なんて全然喋んなかったですもんね。小さなメダル使った時にね、唯一喋るのかな。それは変わんないのかな。しかもね、言う言葉はね、いてだけですよ。ちっちゃいやつ入りますから、まあ、その後丸があったとしても4文字しか喋んないんですよ。それのみですからね。主人公もっと喋ろうぜって話なんですけど、主人公は多分自分っていう設定なんでしょうね。だからあんまり会話入れないんだろうな。思った通り。来たな。まあ言うてね、マリベル連れてかないと
辛いですから人数的にも。確か最初の方なんかメラ覚えますっけ、ギラとかね、その魔法がすっげえ大事になってくるんで、最初の方はね。マリベルいないと話になりません。キーファが攻撃役かな。でドラクエの主人公って基本的に弱いじゃないですか失礼なことにね。いやドラクエ6に限るのかな、ドラクエ6だけ異常に弱いんですよね。セブンは職業でなんとかなるか、まあ思えばドラクエ6でも職業あるかな、なんとかなるのかもしれませんね。8はめちゃめちゃ強かったですもんね、固有の防具武器があって。まあなんて言ってもね、竜の子孫ですからね、そりゃ強いよな。セーブせずに一気に行くか、いやここで区切るのもありだな、次のパートからスタートっていうのはありですよね。じゃあそうしますか。よし、それじゃあ今回ここまでしましょう。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。